タイタニアは田中良樹の長編スペースオペラ小説。また、これを原作とするアニメ、漫画の関連作品。1988年に徳馬書店から新書で第1巻を刊行したが、1991年に第3巻まで刊行されたところで中断した。20年以上間を置いて、2013年9月に4巻が発売された。この間、 スクウェア,アイニックス社 EX のベルズから再刊、さらに2008年9月からはアニメ放送と連動して講段社文庫にて新装版が刊行され、放映終了後の2010年4月にはこの3作品をまとめてアニメ版第1話 DVD を付けた初回限定版が講段社のベルズから刊行された。 月刊少年シリウス2008年5月号から2011年12月号まで漫画版が連載された。テレビアニメは2008年10月より2009年3月まで NHKBS2 で放送されその後 NHK 総合テレビにて2009年4月から放送された。2015年に最終巻となるスゴ風編が発売され27年の時を経て完結した。 累計1500万部。完結後に、キクボンにて、岸尾大輔の朗読で、全館オーディオブック化された。広大な宇宙に進出した人類は、多数の生涯国家を築いたが、その大半は、実質的に、タイタニア一族の支配下にあった。星歴446年、宇宙都市国家、エウリアは、ある権益をめぐるトラブルから、タイタニアの攻撃を受けるが、 タイタニア後家族投手の一人、アリアバート公爵率いる強大な宇宙艦隊を意外にも撃退してしまう。だが、タイタニアを破った司令官ファン、ヒューリックはタイタニアとの裏交渉を格索していた市長の機秘を買ってエウリアンを割れる。ファンヒューリックを迎え入れるか、さもなくば抹殺しようとするタイタニア、反タイタニア勢力の双方による争奪の末、ファンヒューリックは 宇宙海賊、流星機軍の一派の中核としてタイタニアと戦うことになる。ファンヒューリック伊藤はタイタニア一族のアルセス白爵を殺害し、その兄でご家族当主の一人、ザーリッシュ公爵の艦隊を惑星バルガシュで壊滅させた上、ザーリッシュその人も殺害する。さらに、アリアバートとの再戦でもこれを打ち破る。そうしたさなか、タイタニアの本拠地、天の城で、 タイタニア一族の長である、無事反王アジュマーンの暗殺未遂事件が起こる。これをめぐって、タイタニアに内紛が生じ、アリアバートとジュスランの両公爵の艦隊と、天の城を滑るイドリス公爵のタイタニア党首同士の戦いとなり、カンヒューリック一党もこれに巻き込まれていく。アリアバートの指揮で勝利を目前にして、反王の命で停戦となるが、 反王の関係でアリアバートは暴殺される。乱戦の末、天の城は崩壊し、反王とイドリス、ジュスランとの直接対決の結果、反王も、当主たちも姿を消し、兄弟であったタイタニアは、次回に至り、人類宇宙は後に、大空位時代と呼ばれる時を迎える。原作にない設定については個別に表記する。聖藩都市連盟多数の都市国家からなる勢力。 通称、連盟。この連盟が発足した年をもって保守歴元年とする。連盟は国家ではないので首とは置かず、一年に一回連盟に参加するどこかの都市が総会を開く、連盟代表都市となる。また、事務処理のために事務局が置かれ、その長は総会が選出する事務総長が務める。かつては人類社会の最大勢力であったが、 タイタニア一族の離脱により衰退し、かつての予行により、何とか勢力を保っている。常備軍は保持せず、開戦前の連盟都市の合議によって、連盟軍艦隊の編成人事が組織される仕組み。各都市の艦隊規模によって、都市司令官の階級は大佐クラスから対象クラスまである。以下に4大将官の概略を記述する。召喚は、 生肝都市連盟のいわば代表部で、その他の地の惑星国家の連盟代表部は出張所と呼ばれる。反対タニアを掲げる海賊の集まり。宇宙全体に無数にいる小さな海賊団が集まってできたパイレーツギルド。仕事に際しては、流星期軍内の連絡網を用いて海賊仲間を募集し、集まった海賊団と共闘して大きな戦団を作り、 海賊行為を行う。巨大化した集団をタイタニアが潰そうしても状況が悪くなると分裂して、ハエのごとく逃げ回るためタイタニアも決定的な打撃を与えられないでいる。そのためタイタニアでは流星機軍討伐をハエ叩きと呼んでいる。小説とアニメで流星機軍の扱いが大きく違っているため、ここでは両者を分けて記載する。小説での 流星期軍アニメ版流星期軍ここでは原作には存在しない設定を記述する。ドールマンが流星期連合軍を束ねている。正規の軍人を顧問に招き入れ、軍として組織し直し、統率の取れた戦法で、リトルビッグホーン要塞を陥落させる。その後、討伐に来たザーリッシュ艦隊に敗北、捕虜となった幹部の一部はザーリッシュに投用された。 その後も一部残党は、ドクター・リーと協力関係を保っている。アニメ版、正直爺さん51個アルセスを暗殺したため、正直爺さん5王のメンバーは、タイタニアに追われる立場になっていた。ドクター・リー個人は、ファンヒューリックのウォッチのため残ったものの、彼の率いる13隻の武装商船とは、別れ、正直爺さん5だけで逃亡生活を送っていた。 タイタニアに追われる立場になったものの、正直 G3 号の面々は、反タイタニア運動をする気になれないでいた。特に、ファンヒューリックがその考えが強く、正直 G3 号から逃げ出してしまう。惑星カサビアンカを訪れたヒューリックは、エウリアであった少女カレンと再会し、彼女との触れ合いの中で元気を取り戻し、また、正直 G3 号に戻ってくる。 反対タニア運動をするわけでもなく、ただ逃亡生活を送っていたが、正直 g 3号が惑星エスタールに着いた頃にはパンを奪い合うほど、財政事情は逼迫していた。エスタールで自分に多額の賞金がかけられていることを知ると、その賞金目当てにエスタールのタイタニア領事館に、ファンヒューリックが自ら逮捕されに行く。しかし作戦は失敗し、ヒューリックは、 韓国衛星クロノスへ収容される。その後、ドクターリーの計略やマフリーらの奮闘で、ヒューリックの救出作戦に成功し、バルガシュへと逃げ込む。正直爺さんう一行は、逃げていても仕方ないと考え、反対タニア運動を本格的に開始する。その第一歩として、バルガシュの反対タニア組織と、流星機群へ接触することを決める。ヒューリック自らが出向き、 バルガシュでも、有数の勢力を誇るイブンカシム率いる反タイタニア、組織と酒場で接触したとき、タイタニアの憲兵に発見される。うまく、酒場から逃げ出し、彼らの本拠地である砂漠の洞窟に逃げ込むが、そこもザーリッシュ艦隊機関の特務艦に発見されてしまう。特務艦との戦闘となるが、ヒューリックの名に呼応したバルガシュの流星機軍と、 正直爺さんうの救援のおかげで何とか助かるが、その代償として正直爺さんうを失うことになる。ヒューリックを探すため、辺境の宇宙を徘徊していたザーリッシュの下に、バルガッシュに派遣した特務官からヒューリック発見の方がもたらされる。それを聞いたザーリッシュは、惑星バルガッシュに急行、政府の許可も取らずに惑星に降りる。 ザーリッシュが強硬に惑星に大艦隊を降ろしたことに警告を与えるためバルガシュ政府より船が派遣される。ザーリッシュはその警告を無視し威嚇射撃を行って追い払ってしまう。そして大艦隊で反対谷や組織の本拠地である砂漠の洞窟を包囲する。固有名を持つ艦艇は原作にも登場するが、艦型や色、並走などはアニメ版での設定。 2009年3月、衛星アニメ劇場に田中芳樹がゲストで登場し、続編の執筆を宣言した。2010年4月に刊行されたアニメ DVD 付き初回限定版、タイタニアの著者特別機構でも、続編執筆を宣言し、第4巻の副題は、列風編であると述べた。田中は、漫画版端行本の最終9巻にも寄稿し、翌年には、 原作新刊の執筆予定があることを述べている。列風編は2013年6月3日に学校、同年9月25日に講談社ノベルスから刊行された。講談社ノベルス版列風編の関東にはアニメ版の監督を務めた石黒昇への展事が掲げられている。列風編の脱稿後に執筆が始まったアルスラーン戦記を脱校した後、 タイタニアの最終巻である第5巻の執筆に移る予定であることが発表され、2015年2月5日にスゴ風編として最終巻が発売された。烈ップ編、スゴ風編は2017年4月から5月にかけて、講段社文庫版が期間の3巻の続巻として刊行された。タイターニアタイタニアのタイトルで NHKBS2 の衛星アニメ劇場にて、 2008年10月より2009年3月まで放送された。全26回。原作2巻までに相当する内容で、ザーリッシュ大島での物語をオリジナルのエピソードを交えつつ描く。その後、NHK 総合テレビにて2009年4月から放送された。DVD と BD が各庭収録の全13巻で発売されている。当時は、 原作が未完であったため、アニメ版も一応の区切りはついてはいるものの、やはり未完である。監督の石黒昇は、講段社文庫版、疾風編後書きにおいて、原作が未完のままアニメ化するのは不本意であり、原作完結の暁には改めてアニメ化したいと発言していたが、2012年3月に死去して、実現は果たせなかった。主題歌の背景に流れるアニメーションは、 作中の二大勢力オープニングとエンディングでそれぞれフィーチャーするという銀河英雄伝説と同じ手法をとっている。月刊少年シリウス2008年5月号から2011年12月号まで漫画版が岩鉄の作画で連載された。アニメ放送と時期が近いが比較的小説版に準じた内容となっている。単行本前9巻で第一部巻となっている。 アニメ版より若干エピソードが先に進み、バルガシュ海中戦及び、アリアバートの後任として、ジュスラン出陣までとなっている。ありがとうございます。